バイオサイエンスデータベースセンターの串田と申します。2日間の講習会、皆様お疲れ様でした。これが最後のプログラムになります。ちょっと時間の方が押してますけども、なんとか5時までに終わらせたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、早速ちょっと先に進めますけども、で、私が今日紹介するのはサイトスケープっていうツールで、これはカリフォルニア大学のサンディエゴ校のが中心になって作っているデータの可視化の、あるいはその解析の、ツールになります。で、一般的にですね、可視化というとここに書いてあるように、発現部位の表示であるとか、系統図とかヒートマップとか、あって、例えばパスウェイとかネットワークっていうのが、ありますけども、サイトスケープが取り扱う領域って書いてありますけども、主なものがここなんですけども、最近そのサイトスケープっていうのが非常に、いろんなところで使われるようになってきて、実際にヒートマップ書いたり、系統図を書いたりすることができているので、単なるパスウェイとかネットワーク解析のツールじゃなくなりつつあるという、非常に広く使われるようなツールになってきているということです。で、これはサイトスケープの開発メンバーである、カリフォルニア大学、サンディエゴ校の小野さんという方、実はこれ、サイトスケープの開発の中心的なメンバーになっているんですけども、その方から、送っていただいたもので、実はこの図は、マウスのインタラクトーム、マウスの、遺伝子の相互作用の、ネットワーク図なんですけども、これがそのサイトスケープのツールの特徴を表しているいい図だということで毎回使わせていただいています。で、どういうことなのかというと、このサイトスケープというツールは、ある生物種のゲノム全体、遺伝子の相互作用の全部を、表示できるぐらいな非常に大きな情報量を取り扱えれるようなことを目指して作っているということです。で、2000年ぐらいからですね、例えばプロテインインタラクションのプロジェクトをいろいろ走ってこういったツールがいっぱいできたんですけども、ほとんどその多くのものがたくさんのデータを扱うと動かなくなっちゃったりってことがあったんですけども、このツールはそういうことがなくて、だいたい2000年の前半ぐらいに確かできたと思うんですけども、その頃からずっと第一線で使われているツールであるということです。で、今回のこの資料の構成ですけども、まず最初にサイトスケープについて簡単にご紹介をして、操作の説明をして、サイトスケープの一番得意であるそのパスウェイの書き方についてご紹介をして、あとこれもサイトスケープの特徴なんですけども、レイアウト機能の紹介をして、データの解析の簡単な例といいますか、どちらかというと、サイトスケープの操作の仕方をご紹介するって形になるかと思うんですけども、それをして、あと、アプリ、プラグインという形でいろんな機能が追加されているんですけども、その簡単な紹介をするというような流れにしたいと思います。で、サイトスケープについてなんですけども、ここに書いてあります通り、サイトスケープは、オープンソースのプラットフォームで、複雑ネットワークの、解析とか、可視化に使われるものであるというふうに書いてあります。で、バージョンは今皆さん、事前にダウンロードしていただいてますか？できなかった方っていますか？大丈夫でしょうか？で、大体今皆さん 3.4 とか 3.3 という形の系統のものを、ダウンロードしていただいていると思うんですけども、これが今主流のものになっていて、ちょっと前のものは 2.0 というものがあるんですけども、普通は 3.0 を使う。で、ただ、さっきも言ったように、そのプラグインでいろんな機能が追加されていて、データの解析等に使われるので、プラグインが、新しいものに対応してない場合には、2を使うことが、稀にあるといいますか、実際にそういうのがあるかどうか私も確認はしてないんですけども、そういう場合には、使わざるを得ないということがありますけども、通常は3を使うということになっています。で、開発者はこの URI を叩いていただくと、顔が見れるので、興味のある人は見てください。大野さんの顔も見れます。で、ユーザーのドキュメントもこれ歴史が非常に長いので結構まとまっているので、また、見てください。で、さっきも言ったように最新版は 3.40 っていう形になっています。これ8月の24日現在で、だいたい1年に1回か2回ぐらい結構バージョンアップをして、どんどんその使いやすくなっているというような特徴があります。で、これはサイトスケープの機能を、まとめたものといいますか、ピックアップしたものなんですけども、ここに多分12個ぐらいあるんですけども、そのうちの特にその柔軟なデータの可視化機能であるとか、
豊富なグラフの自動レイアウト、あるいはその、プラグイン、まあ、アプリと言っていますけども、機能追加、データの解析とか、可視化のいろんなその機能が追加されるというのが特徴になっています。特にそのバイオマティクス の, その解析の中で、新しい解析のアルゴリズムとかの手法ができたときに、そういったその実現するソフトを作るよりもサイトスケープに乗っける方が楽な部分があるので、結構その最新 の, その解析であるとか、そのアルゴリズムなんかっていうものがこのサイトスケープに乗ることが多いので、まあ、興味のある人はちょっといろいろそういったものにも注意してみていただければと思います。で、サイトスケープの特徴についてもう一回ざらっと、紹介をしていきますと、まず、様々な標準化のデータを取り扱うことができるということが特徴です。また、様々なそのウェブサービスにもこのサイトスケープのネットワークの表示の技術が使われています。で、まあ、この柔軟な可視化機能については後からちょっと実際に操作してもらいますけども、まあ、かなり自由度が高い、いろんな、設定ができるようになっています。で、あとデータの画像の出力についても、まあ、主要な画像フォーマットで出力可能になってますし、これも先ほどの特徴の一つで申し上げました、その自動のレイアウト機能も非常に豊富になっています。あと、パスウェイの検索機能であるとか、パスウェイのブラウジング機能、そして、まあ、フィルタリング機能、絞り込みですね、絞り込みの機能であるとか、まあ、パスウェイの中の、部分パスウェイとか、そのモジュール構造、というのを見つけるのに、使われたり、で、こういったものについては先ほど言ったそのプラグイン、アプリによって、このいろんな機能の、解析が、まあ、追加されるということです。あと、まあ、小野さんが入っているということで、まあ、日本語にも対応しているというのが特徴になるかと思います。で、ここまでちょっと特徴をご紹介をして、簡単な操作についてちょっとこれからご紹介をしていきます。で、その前に一つご紹介しておきたいのは、先ほどそのサイトスケープの非常に大きな情報を取り扱えるツールなんですけども、まあ、ものによってはそのデータによっては初期設定ではそのメモリの数が、メモリが十分じゃないという場合があるので、その場合にはここに初期設定ファイルがここにありますよってこのスライドに書いてありますんで、今日は今回いじらなくてもいいんですけども、もし今後皆さんがご自身の研究開発のところでこういったものを使われる必要があるときには、このちょっとページを振り返ってみていただいて、どこにそういったその初期設定のファイルがあるかということを書いておきましたので、確認してください。で、今日行うその実習を含めまして、まあ、これは今回いじるほどの大きなデータは使わないので、今日は本当に無視していただいても構いません。で、まず最初に皆さんにやっていただくのが、サイトスケープを起動するってとこなんですけども、まあ、何かもう起動されている方もいらっしゃるにお見受けしたんですけども、まだしてない人は、サイトスケープをちょっと起動してみてください。で、Windows の場合には、プログラムの、私の場合には、ファイルの中に、サイトスケープ 3.40 というのがあって、そこに、サイトスケープエグゼっていうファイルがあるんで、それをクリックしてもください。で、ちょっとその起動に時間がかかるので、起動、ちょっとしばらくお待ちください。起動するまで。で、皆さん、その起動するとですね、こういった画面が出て、その前にちょっとウィンドウがみたいなのが出てきた、来るかと思うんですけども、それはとりあえず、右下の方に、クローズっていうのがあるんで、それをちょっと選んでいただいてもいいかと、いや、選んでください。で、今、私は、あるファイルを開いているので、ここにネットワーク図が出てますけども、まあ、皆さんは多分ここに何も入ってないような形になっているかもしれません。で、私はちょっと皆さんに説明するためにあるファイルを開いたんですけども、これは後からまた皆さんに開いてもらうファイルになります。で、簡単にその画面の構成をちょっとご紹介しますと、まずここにそのメインビューというのがございまして、これがそのサイトスケープのネットワーク図を表示するところになります。で、サイトスケープが表している図っていうのは基本的にグラフと呼ばれている形のもので、要は点と線でつないでいるものになります。で、まあ多くの場合は、例えばこの点のところに遺伝子であるとかタンパク質が入って、
で、線のところに、そのタンパク質とタンパク質との関係性を表した。例えば、プロテインプロインタラクションであるとか、プロテインと DNA の結合関係であるとか、シングルデンダーズで言うと、例えば、ホストリレーションであるとか、アクティベーションであるというような、情報が入るというのが基本的な形になります。で、こちらの左の方の画面は、これは今どんなファイルが読み込まれているのかっていうようなところを、確認する、これ、コントロールパネルって書いてありますけども、それ以外にこのスタイルっていうのがあって、ここで実はいろんなその、この、グラフのところ、ネットワークの色であるとか、線の太さであるとか、設定することができるような、パネルになっています。で、このネットワーク図の、まあ動かし方ですけども、多分これ Google マップに非常に近いような形になっていて、例えば、コイルを回すと大きくなったり小さくなったりして、で、これは、左ボタンを押しながら、この引っ張ると動くようになっています。で、ここにその全体のネットワーク図の状態が書いてあって、ここをこう動かすと、ここを持ってきて引っ張ってやっても、その、所定の好きな位置に移動させることができるというものです。で、この左の、右の下にあるところが、これがその、テーブルパネルっていうもので、これは何を表しているかっていうと、このネットワーク図の属性の値を表しています。例えばちょっとあるものを選択して、これ、LAP1 という遺伝子が今、ここに真ん中にあるんで、これを選択してみますと、今ここに、テーブルパネルっていうところに、この情報が、表示されていて、どんな表示がされているかっていうと、ここにネームっていうのがあって、これは実はその、酵母の遺伝子の、相互作用の情報と、遺伝子制御のネットワークをちょっと混ぜて書いてあるものなんですけども、まあ、ここに遺伝子の名前がここにあって、ずっと見ていくと、ちょっと、この真ん中辺は実はどちらかというと、その、生物学的な情報ではなくて、情報学的なネットワーク解析で使うような、いろんなちょっと指数が入っているので、今回はちょっとこれはあまり詳しく説明しないで飛ばしていただきけばいいと思うんですけども、ここにコモンっていうのは、まあ、コモンネームなんですけども、まあ、よく使える名前で、これ、LAP1 って書いてあるのが、実はこの、LAP1 の持っているこの属性のコモンネームっていうのを表示する、このネットワーク上で表示するっていう設定が実はしてあるから、ここでこの画面上で LAP1 っていうのが出ているってことになります。で、その後ずっと右の方見ていくと、これは実は、マイクロアレイの実験をして、例えば GAL1 とか GAL4 とか GAL8 とか80かな、書いてありますけども、これはその、それぞれの遺伝子をノックアウトしたときに、まあ、どういったその発現量を示したのかっていうのことを表して、これも後からちょっと詳しく説明するんですけども、このように、このネットワークの中の、ノードの持っている情報っていうのは、ここでコントロールパネルで見ることができます。で、さらにここには、ノードテーブルとか、エッジテーブルっていうのがあって、今このノードテーブルが指定してあって、このノード、要するに点のところの情報が、ここに詳しく書いてあるんですけども、このエッジのところの情報、エッジに切り替えてやると、エッジのところの情報を見ることができて、例えば、まあ、どれでもいいんですけども、例えば、これを選択してやると、この遺伝子とこの遺伝子の、関係を表しているエッジだということで、この、YML とか、これは酵母のデータベースのシステマティックネームっていう、まあ、コモンネームじゃなくて、まあ、システマティックネームで実はデータが入っていて、そのあたりにそのさっき言ったコモンネームみたいなのが入ってるんですけども、このノードの名前としてはこういう形で入っていて、で、こっちの方にインタラクションというのがあって、PP と書いてあるのは実はこれはプロテインプロテインインタラクションであると。このタンパクとこのタンパクが、まあ、例えば昔で言うと通配みたいなもので結合していることが分かっているというような情報を表したネットワークであるということを示しています。で、これが基本的なその、サイトスケープの、まあ、見方のところになります。で、次は、そうですね。じゃあちょっともう一度ですね、パワーポイントの資料の方に戻ります。で、ここで実はその、サイトスケープで一番その、取っかかりにくいところ
についてご紹介をします。で、やはりサイトスケープで一番ちょっと分かりづらいところが、そのファイルをどういうふうに読み込めばいいのかっていうようなところだと思うんですけども、大きく分けるとサイトスケープのファイルっていうのは、まあ、2つないし3つの入り口があって、まあ、それぞれファイルの種類によって、開き方が違うということを覚えておいてください。で、皆さん実際にその今サイトスケープを開いている方は、ちょっと見てもらってもいいんですけども、ここにファイルっていうこのメインメニューがあるんですけども、ファイルというのを指定していただくと、こういうプルダウン的に、まあこういった、あのメニューがこの開いてきまして、そこにオープンとかインポートっていうのがあって、まあここからなんとなくファイルを開くんだなってことがわかると思うんですけども、まあどっちをそしたら使ったらいいかってことはちょっとわかりづらいと思うんですが、このオープンという方はここに書いてあるんですけども、拡張子、Mac の人は拡張子ないかもしれませんけども、SIS ファイルというような、要はこれサイトスケープで作ったファイルを開く入り口になります。オープンっていうのは、サイトスケープで一旦作ったファイルを開く入り口になります。で、一方ですね、このインポートっていうのは、ここにちょっとインポートを選ぶと、またネットワークとテーブルっていうのが出てくるんですけども、ネットワークは、ここにちょっと書いてあるんですけども、こういったその CSV とか、Excel のファイルとか、ネットワークのデータを読み、込む入り口になります。で、これもちょっと後からちょっと紹介するんですけども、もともとそのサイトスケープで直接データを作れるわけではなくて、普通は、自分でそのデータ、ネットワーク図を作ったりするときに、実はこれはそのテキスト形式で、そのネットワーク図を作ることができるので、そういった自分で作ったファイルであるとか、あるいはその、KEG のファイルを読み込むとか、その他のその、データベースで、パスウェイデータベースで出しているパスウェイの図を読み込むというときには、まあ多くの場合がそのネットワークというところから入っていきます。インポートのネットワークというところから入っていくということになります。で、さらにもう一つですね、そのインポートのところに、ネットワークがあってテーブルというのがあるんですけども、これは、属性データって書いてありますけども、これはさっき見てもらった、テーブルパネルでしたっけ、画面の下の方、右下の方にあるところで、例えば遺伝子の、コモンネームであるとか、あるいはその遺伝子の発現量であるとかっていうような、そのノードの持っている、実験データ等を読み取る、入り口になります。ちょっともう一回まとめてみますと、このネットワークデータっていうのは、要は点と線の関係を表している。遺伝子と、遺伝子間の、相互作用の関係を表しているデータを読み込む入り口になって、で、さらに、そのノードの持っている遺伝子の発現量みたいな、要するに実験データみたいなものは、テーブル形式、テーブルというところから読ましていくってことになります。で、ここをちゃんと整理できていれば、もう結構その、サイトスケープの、特性といいますか、どういうものなのかというのはよくわかると思うので、まあ、ここまでいくとほとんどその半分ぐらいサイトスケープをも使いこなせるというようなことが言えるかと思います。で、ちょっとここに実習2と書いてありますけども、これはちょっと皆さん、やりたい人はやっていただいてもいいんですが、このサイトスケープの、ちょっとファイルの特徴を、知るために、ちょっと今画面上で私がちょっと示します。で、実はいくつかのその GARFILTERDっていうファイルがあって、で、これはその、さっき GAR1 とか GAR4 とかってありましたけども、ある遺伝子を、まあ、ノックアウトした時の、遺伝子の発現量を基地のネットワーク図に、落とし込んだものになるんですけども、その GARFILTERDっていうファイルの中に、この拡張子にですね、SIS というものと、SIC というものと、CSV というものと、XLS というのがあって、で、これは基本的に同じものを表して、まあ、若干その情報が落ちているものもあるんですけども、さっきも言ったように、この SIS っていうのがサイトスケープのファイルで、それ以外のものは、テキスト形式で書いてあります。要はその文字で人間が読み取れるような形になっているということになります。で、さっきもちょっと繰り返しになりますけども、このファイルのみオープンのとこから開いて、残りのファイルはこのネットワークのとこから開くということになります。で、じゃあ実際に、じゃあどういうデータが入っているのかって見ていただいた方がいいと思うので、ちょっと見てみます。で、多分皆さんの、まあ、Windows の方は、その、C ドライブのプログラムファイルのサイトスケープっていうフォルダがあって、
その中にサンプルファイル、サンプルデータっていうのがあるんですけども、ちょっと今回そこのデータを見てみます。で、ここ今、名前順、アルファベット順に並んでますけども、ガルフィルタードっていうのがあって、そこにはその、CSV のものがあったり、SIS っていうのもありますけども、じゃあこれ実際どういう形で入れるかっていうのをちょっと見てみると、これはテキストエディターで、これですね。テキストエディターでちょっと見てみます。で、今選んだのが、ちょっと見にくいですけども、SIS ファイルです。要はサイトスケープで作ったファイルです。これ、要はわけわかんないような表示になっています。要はこれバイナリーファイルってことで、テキスト形式でないってことです。で、これはサイトスケープで作ったファイルということになります。これはテキスト形式では、見れない。ですけども、それ以外の、例えば、さっき出し、SIS っていうのがあったと思うんですけども、それも、一応、テキストエディターで、見てみると、そうすると、こういう形になっています。勘のいい人はわかると思うんですけども、この遺伝子と、この遺伝子がプロテインプロテインインタラクションに関係にあるというような、要は三つ組みの形でデータが入っているということです。で、さっき最初その、サイトスケープの画面の紹介のところで、遺伝子と遺伝子の関係を表したネットワーク図であるという話をしましたけども、基本的にはこういう形でデータが入っていると。で、さらにこれに対して、こういったところの別ファイルで、この遺伝子が持っている遺伝子の発現量のファイルをさらに読み込ませてやるという形になるわけで、こういった形のテキスト形式のデータはさっき言ったインポートのところから、このインポートのところから入ってもらうということになります。で、ここ今繰り返しになりますけど、ここは非常に大事なところなので、ここら辺整理をちょっとしておいていただければと思います。じゃあ実際に今度 SIS ファイルを開くということなので、皆さんちょっと開いてみてください。SIS ファイルの中に、ガルフィルタードっていうのが、さっきの、サイトスケープのプログラム、Windows で言うとプログラムファイルの、サイトスケープのサンプルデータだったと思うんですが、そこにそのガルフィルタード、CYS っていうのがあるので、それをオープンから開いてみてください。で、これはインポートじゃなくて、インポートをやると多分開かないと思うので、それも一応確認をしてもいいかもしれません。ちょっと開いてみてください。あ、すいません。今、お話されてるかと思うんですけど、ModDB っていう私どものその講習会の、ページにサンプルファイルみたいな形のものありますけども、それはちょっと次の後半のお話の中で使うものなので、同じものではあるんですけども、そちらじゃなくて今は皆さんのパソコンに入っているサンプルデータの方をちょっとご確認いただければと。で、皆さんこれ開けましたか、その SIS ファイルの方は。で、いじってもらって、どんどん、元に戻らなくなっても、また後からちゃんと戻すようにしますので、ちょっと、興味のある人は、いじってみてください。で、ちょっと話の方だけ先にちょっと進めますけども、今開いてもらった galfilter.sys ってファイルは、さっきもちょっと紹介したように、生物詞は出芽酵母です。で、転写因子の GAL1 とか GAL4 とか GAL80 などの遺伝子をノックアウトした株を対象にマイクロアレイの遺伝子発現解析を行ったもので、ちょっとこれ古い実はデータなんですけども、比較的その、サイトスケープの、使い方をご紹介するのに、やりやすいので、これをずっと長らく使っているんですけども、
この、データはさらに、ちょっと3つ目のところになりますけども、各遺伝子の遺伝子発現量を基地のタンパク質、タンパク質相互作用およびタンパク質 DNA の相互作用のネットワークに反映させたものであるというような図です。で、注目する遺伝子の発現がどのような制御を受けているのか、ネットワーク上で確認をするというところまで今日はできればやりたいと思います。で、ここでは特にその生物学的な知識というよりも、サイトスケープの操作の仕方を勉強してもらうということがちょっと主な目的になります。で、ちょっと最初の繰り返しになりますけど、濃度、接点、点のところですけども、点は遺伝子、濃度の色は遺伝子発現量、エッジ線のところはタンパク質、タンパク質相互作用、もしくはタンパク質 DNA 相互作用の関係を表しているということになります。で、そういったちょっと前提を頭に入れておいていただきながら、もう一度そのパスウェイのちょっと、状況に、このパスウェイの状況について確認をしてみようと思います。で、これがさっきも言った、見てもらったもので、例えばこれを選ぶと、ノードを選ぶと、ここにそのコントロールパネルじゃなくてテーブルパネルのところにその情報が表示されて、エッジのところを見ると、エッジを選択してやると、これはプロテインと DNA の、相互作用の情報を表している。どっちがどっちか、ちょっとこれだけでわかりませんけども、一方の方が一方の方の遺伝子の発現を制御しているというような情報が実は入っているわけなんですけども、まあこういったことを確認をしていただきながら、次はですね、ここですね、ここに実は、メインメニューのよく使う機能の、アイコンがここに表示されていて、使い慣れてくるとこっちがどんどん早く、こっちの方が使いやすくなるかと思って、例えば直感的にわかるのはこれ、虫眼鏡のプラスを押すとどんどんこれ大きくなりますし、マイナスを小さくなるし、で、これを選ぶと、今選んだところが大きくなるとかっていうようなことができるようになりますし、これはその、これを押すと、これがあれかな。これはその全体を見るってやつです。これは全体を映るようにするとか、で、これはその、拡大するとか、選んだところを中心に、今、エッジが選ばれているので、そこを中心に拡大するっていうような、ことになります。で、ここにあるものっていうのは全てこのメインメニューの、この文字のところでも操作できるようになってるんですけども、よく使うものはこのイラストっていうか、その、アイコンになって使えるようになっているということです。で、次にご紹介するのは、この、一番そのサイトスケープの特徴でもある、非常に柔軟な可視化機能についてご紹介をします。で、先ほどちょっとご紹介したように、このネットワーク図っていうのは、遺伝子の発現量によって色をつけているという話が、あったと思うんですけども、その色のつけ方についてご紹介します。で、ここでちょっと実際皆さんの方でも操作していただいてもいいんですけども、あんまりそんなに簡単ではないので、もしそれをかけちゃうと、ちょっと説明の方が、聞き取れなくなってしまうかもしれないので、普段から使われているって人は、そのまま操作していただいてもいいですけども、もし初めて使うような方はちょっと説明の方を中心にしていただいて、ちょっと操作の方は自分でするのではなくて、今この画面上、スクリーンの方で操作するのを見ていただいた方が、分かりやすいかと思います。じゃあちょっとご紹介をします。で、この今、どの遺伝子でもいいんですけども、ある遺伝子を例えばこの指定をしていただくと、今この指定すると、濃い黄色になって、います。で、ここのコントロールパネルの、ちょっと私このタブがいっぱい出てますけども、これちょっと、プラグにいっぱい入れちゃったらこう増えちゃったんですけども、皆さんは多分ネットワークとスタイルとセレクトっていう、最低3つだけだと思うんですけども、そのうちのそのスタイルってところを選んでください。そうすると、こういったその、ものが出てきて、見ていただくと、下の方にこのノードとエッジっていうタブがあるんですけども、ここでそのノードの色を変える、あるいはエッジの線の種類を変えるってことができるようになっていて、まず最初にノードの色を変えることをご紹介します。で、どうやって変えるかっていうと、まず一番基本的なのは、ここにフィルカラーっていうのがあります。上から何番目かっていうと、私の場合には3つなんです。上から3番目なんですけど、多分皆さんも、ほぼ同じぐらいの位置になると思います。
で、これを、の右の方に三角があって、それを押すと、まあ、下に開きます。で、ここで何を表しているかっていうと、まず、開くと絡むマッピングタイプ、あと、カレントマッピングということになっていて、で、ここで見てほしいのは、まずカラムのとこなんですけども、このカラムは何を表しているかっていうと、今これちょっと小さくて見づらいですけども、GAL1RGExpression,EXP ってなってますけども、これは、GAL1 遺伝子をノックアウトした時の遺伝子発現量の数値であるってことを表していまして、で、その値っていうのはこちらで見てもらうと、こちらのそのノードのところ、テーブルパネル見てもらうと、今この遺伝子を選んでますけども、そっちのこの、スライドさせると、まあ、いくつかその、GAL1 とか GAL4 とかあって、まあ、ここに実はあるんですけども、この GAL1RG expression っていうのがここにあります。まあ、0.20、205となっています。で、今ここで選んだ、この値を使って色をつけているってことを表しています。で、ここをだからちょっとクリックしてみると、あんまりちょっとこれ、乱暴にやっちゃうと、設定が全部変わってしまうんですけども、ここを押すと、今、GAL1、エクスプレッション、RG エクスプレッションっていうのを選んで、色をつけてるんだってことになります。で、その他のものを使いたい場合には、この、このテーブルパネルにあるどこの値を使うこともできるわけです。例えば、GAL4RG expression というのは、これは、GAL4 という遺伝子をノックアウトした時の遺伝子の発現量を使って、濃度の色を変えるということを意味しています。で、次の、カラムの次のこのマッピングタイプというのは、これは今、これをもう一回クリックしてもらうと、まあ、3つの、オプションが出てきて、今選んでいるのがコンティニュアスマッピングというのことで、これはさっき見てもらったその GAL1 エクスプレッションって書いてある数値のところの数値を連続的に、数値によって連続的に色を変えるということを表しています。まあ連続的にマッピングするということです。で、今はこれを選んでいます。で、もう一つディスクリートマッピングっていうのは数値によってこの値の時はこの色、この値の時はこの色っていうに、ちゃんとその、数値によって色を分けるときにはこれを使います。で、一番下のそのパス、スルーマッピングっていうのはまあこれはちょっと飛ばしちゃうということだと思うんですけども、まあ色をつけないというような、これはもう無視するみたいな感じの、マッピングのタイプだと思うんで、まあ今回はこのコンティナスマッピングを選ぶ。ちょっと私いじっちゃったんで、この色が変わってしまったんですけども、ここで色を実は変えます。で、今カレントマッピングっていうことで、今遺伝子の発現量が低いものが黒で、遺伝子の発現量が、まあ高いものが白になってるんですけども、ちょっと先ほどと変わってしまったので、ちょっといじ、いじっちゃったらそうなったんですけども、その色を変えたいときには、このカラーバーといいますか、この帯のところをダブルクリックすると、こういった大きな画面が開いてきます。で、そこで、ここでその、例えば遺伝子の発現量に値に応じて色を変えてやればいいということです。で、どういうふうに色を変えるかっていうと、上の方にこの三角形の印があって、例えば、この右端のところ、要は遺伝子の発現量が多い時に何色にするかってことを選んでやればよくて、ここでその、例えばダブルクリックをすると、こういったそのパレットが出てきて、例えば、じゃあ色、遺伝子の発現量が高いところを赤にしましょうと。で、一方、低い方を、青にしましょう。まあ、今適当に選んでますけども、青にしましょうということになると、青から赤に連続的に色が変わるということになります。そうすると、こちらの方の画面の方でも、もう、実際に、その数値によって、色がこういった連続的に変わっているのが確認できるかと思います。で、まあ、今回ちょっと実は赤と青ってあんまりちょっと、いい選択ではなかったんですけども、これは、高いところと低いところだけじゃなくて、任意のところに、この三角形の印を持っていくことができて、そこでまた色を切り替えることができます。例えば、遺伝子の発現が、まあ、変わらなかった。ノックアウトしても、ノックアウトした前後で遺伝子の発現が変わらなかった。まあ、この場合は、遺伝子の発現が下がったものをマイナスというような、ふうに、まあ、数値をちょっと積化してるんですけども、高かったものはプラスになるようになっていて、ノックアウトしても遺伝子の発現には変わらなかったものはゼロで表してるんですけど、そのゼロの時に遺伝子が発現が変わらなかったっていう時は、じゃ別に色にしようっていう時には、この add っていうボタンがあるんで、まあ追加というボタンがあるんで、これを押すと、まあ適当なところにこうボタン、三角形が来るんで、まあ適当なところに持っていくと、適当な色で記すことができる。で、まあちょっと厳密に本当にゼロでやらなきゃいけない。ちょっと、まあ大体でいいんで、例えばこの辺にしてやって、今これ白ですけども、ここの値を
例えば、黄色にしてやると、こういった、3色の形で色が変わるようになっていて、まあ、黄色のところはあまり遺伝子の、ノックアウトしても遺伝子の発現量が変わらなかったんだなと。赤になると高くなったんだなと。青になると、下がったんだなってことがわかるというようなことに、できます。でまあ、全体見てもらうと、どういった遺伝子が、遺伝子発現量が下がったのか、上がったのかってことが、比較的さっきよりもちょっと見やすくなったんじゃないかというふうに思います。で、今はこのノードの色の使い方について、設定の仕方にご紹介をしましたけども、エッジの方ももちろんできて、このエッジというタブがこの、コントロールパネルのところにあるので、これを選んでいただいて、エッジの、まあ、線のところです。線のところの、書式を変えてやるところで、よくやるのは、その、エッジの始点と終点の形を変えるということをよくします。で、どういうことかっていうと、例えば、プロテインインタラクションだったら、あんまりその始点とか終点、どっちがどっちにくっつくみたいなことはわからないことが多いんですけども、例えばさっき言ったその、プロテインと DNA の結合関係、要は、あるプロテインがある、ある遺伝子がある遺伝子の発現量を制御しているという関係の場合には、方向性があった方がもちろんいいわけで、このデータにも実はこのネットワークの中にもそのプロテインと DNA の結合関係の情報が入っているので、そこについてはその矢印の方向性をちゃんと示すようにしてやる。今のこの状態では、線で結んでるだけなのでどっちがどういう関係にあるのかわからないんですけども、それを分かるようにしてやろうということです。で、ここの、その、今、コントロールパネルのスタイルのエッジのところで、選択してますけども、そこにそのターゲットアローシェイプというのがあるんで、これを見ています。で、この三角形のところを開いてやると、まあ、二つのカラムがあって、今何も実は設定してないんですけども、ここでまずカラムっていうのがあって、ここを選ぶと、このエッジのどの値を使うかっていうことを表示されます。で、今、エッジを選んで、まあ、ちょっとこちらに、ネットワークスに戻って、じゃあ、エッジにはどういう情報が入っているかっていうと、さっきもちょっと見てもらったんですけども、ここにインタラクションというのがあって、そこに PD という情報が入っている。で、あるいは、これは、まあ、PP のものがあったりということで、P と D の関係が、ここで、分けてちゃんと入っているんですけども、ここで、要は、インタラクションっていう、この、カラムのところの値を使うという、使って、マッピングタイプのところで、これをクリックすると、ディスクリートマッピングっていうのがね、これは、さっきも言ったように、ある値によって、さっきは色を変えるんだったんですけども、この場合は、値によって形を変えるってことをします。で、ここを選んでもらうと、さっきこのインタラクションに入っているのは、さっきも見てもらったように PP かあるいは PD なので、PP は無視して PD のところを選んでやって、ここでもう一回クリックすると、こういったその、矢印であるとか、まあサークルであるとか、こういった選ぶことができるので、これを選びます。そうすると、こういうふうに、ネットワーク上で、反映されることが分かって、例えばラップ1から、この PDC1 っていうのは、こちらがこちらを制御しているような関係にあるんだということが分かるんです。で、ここで注意してほしいのは、そのターゲットのアローシェイプと、ソースのアローシェイプっていうのがあるんで、今回はそのソースの方、要は出どころの方は、無視をそのままにして、そのターゲットの先の方の矢印の方だけ設定をしたということになります。で、以上が、まあ、基本的な使い方なので、まあ、これだけできると本当にもう、サイトスケープは、その、要は、さっきも言ったように、その、サイトスケープがどういったデータをどういうふうな形で、ネットワーク化してるかってことが分かれば、もうほとんども使いこなしたと同じだと思っていて、あとはそのプラグインをどう使うかとか、皆さんのデータをどういうふうに、そのネットワーク上で反映させるかってことになるので、まあ、ここまでできるとほとんども、使いこなしたと言って、まあ、今後のその研究、皆さんの研究の中でも十分に使えるような、基本的な、操作の仕方はもう、理解していただけたと。いうようなことになるかと思います。で、まあ、ここまでは、また皆さん、一度ではなかなか、その、
理解できないかと思うんですけども、何度か繰り返して使っていただければ分かると思うんで、もう一度、後からまたこの資料等を振り返ってみていただければ、今話したところが、まあ、言葉でこれ書いてあって、まあ、読むと結構めんどくさいこと書いてあるんですけど、まあ、比較的その直感的に設定ができるので、あんまりその分からないところ以外はもうどん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 と怖がらずに、実際に操作の方してもらえばと思います。で、次はそのパスの書き方なんですけども、今紹介したのはそのサンプルデータを使ってパスを見てもらったんですけど、皆さんその実験とか研究の中でその実験のデータを反映させるとか、その実際のそのお仕事の中で使う場合にはパスをどう書くかってところが一番最初に来るところだと思うんですけども、まあ最初からそのSIS ファイルがあるわけでもないですし、人が作ったものを使う場合、あるいはその自分で作んなきゃいけないって場合もあるかもしれないので、その使い方についてご紹介をします。で、基本的にそのサイトスケープでパスを書く方法は、まあ、3つあるんですけども、まあ、この最後の3つ目が、サイトスケープの、キャンバスを使って自分で絵を描くみたいなことも、まあ、できないわけでは多分ないと思うんですけど、まあ、それはちょっとあんまり現実的でないので、今回は3番は話はしないんですけども、大きく分けると、既存のパスウェイデータを使うということです。要は、ケグのパスウェイを使うとか、昨日後藤先生の方からパスウェイデータの話がありまして、で、まあ、ケグでも解析がいろいろできるようになってるし、バイオサイクの方でもできるようになってるし、リアクトでもできるようになってるんですけども、まあ、こういったその、そこでできないようなものをやる場合には、そこにある、例えば、ケグのファイ、パスウェイのデータを読み込んで、サイトスケープで使うってことができるようになっています。で、まず最初にじゃあパスウェイのデータはどこにあるかっていうと、ケグの場合には昨日その覚えてられる方は、いらっしゃると思うんですけども、ケグの場合にはその各パスウェイが KGML っていうその XML 形式のファイルでダウンロードできて、要はその、まあ、テキスト形式のデータなんです。XML 形式のデータなんですけども、それが実はちょっと今回はちょっと紹介しないんですけども、サイトスケープでもそのまま、さっきのインポートのところから読めます。で、わかんないところはまた後から聞いていただければいいと思うんですけど、ちょっと、そのためには準備が必要で、ケグのパスを読み込むための、ちょっとアプリを、最初にインストールしておく必要があるんですけども、まあ、簡単にそれでできるようになります。で、多くのそのパスへのデータ、既存のパスへのデータが、まあ、ケグ以外に限らず、まあ、いろんなものが使えるんですけども、それがどういうところにあるかっていうと、ケグはケグのところに行けば取れますし、バイオサイクについてもおそらくちょっとひょっとしたらあるかもしれませんが、そのパスウェイデータをまとめているポータルサイトみたいなのがあって、パスガイドって、これも実は昨日、後藤先生の方から話があったと思うんですけども、ニューヨークにあるそのがんの研究機関である MSKCC という、研究機関があると思うんです。そこの研究員の人が多分今からもう 7,8 年前に多分まとめたもので、ちょっと古い情報が多いかもしれませんけども、いろんなパスウェイデータベースのデータの利用状況、要はその有償なのか無料なのか、どういう形でどういう形式でデータを提供しているかという情報があるので、非常に有用な、ポータルサイトでもあるんですけども、まあ、そこにはバイオパックス、これもちょっと後藤先生の話、昨日の話の中に出てきたと思うので、バイオパックスという形式であるとか SBM、 これも多分出てきたと思う、シミュレーションで使う形式だって話が出てきたと思うんですけども、まあ、いろんなこういった形があって、こういったものは実はサイトスケープで、インポート可能のはずと書きました。ちょっと実際に試してないので分かりませんけども、プラグインを多分使えば、読み込めるようになります。で、パスガイド自体がちょっと情報が古いので、元のデータにたどり着けなかったっていうことがあるかもしれませんけども、その後よく使われるのがそのウィキパスウェイ、ちょっと図が抜けてますけど、ウィキパスウェイズっていうのがあって、これはそのウィキペディアのように、要はウィキペディアはその大きな辞書とか辞典みたいなものですけども、パスウェイをみんなで収集して共有しようというような、公開して共有しようというもので、ここには実はケグのパスウェイがいっぱい入っています。で、さらにケグのパスウェイに追加したものであるとか、ちょっと変えたものであるというようなことが入っているので、ここのパスウェイがほぼ、まず多分全部だと思いますけど使います。ただこの場合にもサイトスケープの方でアプリをちょっとダウンロード、あらかじめダウンロードしておく必要があって、そうすると GPML っていう、これがそのネットワーク図を、の標準的なその書式であるんですけども、GPML っていう、ファイルで、ウィキペディア、ウィキパスへのページから、ダウンロードするっていうのがあるんで、まあ、いろんな形式が PDF とか、
PNG とかその画像ファイルとしてもダウンロードできるんですけども、その中で GPML っていう形でダウンロードしてもらって、さらにそのサイトスケープの方で Wikipathway のアプリがダウンロードされていると、またその簡単にサイトスケープの方で Wikipathway の中にあるネットワーク図を読み込ますことができます。で、これもちょっと後から、画面の方でご紹介、スライドの方でご紹介をしたいと思います。で、2番目は、じゃあ、それ以外自分がパスウェイを書く必要があるって場合ももちろん出てくる方も、例えば自分でそのインタラクションの情報を得たときに、その情報が公的なデータベースに載っていなければ自分でそれを書かなきゃいけないって場合もあると思います。で、それは基本的にテキストエディターとかエキセルを使ってパスウェイデータを作ることができます。それもちょっと後から紹介をします。あるいはその、ある論文にあるその、ポンチエみたいなものから、ネットワーク図を作る場合にもテキストエディターを使って書かなきゃいけない場合もあるでしょうし、まあ、必ずしもそのライフサイエンスのデータだけじゃなくて、人と人の関係みたいなものについても書くことができる。まあ、何でも実はこのサイトスケープでは書くことができるんですけども、そういった書き方、この1と2についてちょっとご紹介をします。で、まず、インポート機能を使ったデータの取り込みになりますけども、ちょっとここで事前にお断りしなきゃいけないのが、さっきも言ったようにその、ウキパスウェイを読み込ます場合、には、ウキパスウェイのアプリをインストール必要があるので、そのアプリのインストールの仕方はスライドの61にあるんで、ちょっと今回細かく紹介をしないんですけども、そんなに難しくなく、インストールすることができるので、ちょっと時間のある人はまたやってみてください。で、今日は、実際にそのインポートの仕方を、画面を使って、この、パワーポイントのスライドじゃなくて、サイトスケープの画面を使ってちょっとご紹介をしようと思います。今この画面が実はさっき使ったものがあるんで、まあ皆さんもひょっとしたらこの画面が残ってるかもしれませんけども、まあ今これもう必要ないので消したい場合にどうすればいいかってことなんですけども、ここで今、まあ実はいくつかのパスウェイがこう並ぶことがあるんですけども、今消したいパスウェイを選んでもらって、ここで、ディストロイっていうのがあるんで、これで消してもらってもいいけども、一番もう最初の一番の、真っさらの画面にしたい場合にはどうしたらいいかっていうと、ファイルのところに new っていうのがありまして、これちょっとどっかで書いたか、スライドの何箇所にも書いてあるんですけども、new のところにセッションっていうのがあります。で、これを押すと、一番最初の状態に、まあ今これ消してもいいのかっていうの表示が出て OK すると、最初の状態に戻ります。で、実はその、サイトスケープの sys ファイルっていうのは、操作したすべての、履歴が残るような形になっていて、そのセッションって形で整理をしていて、さっき言ったか、そのいろんな編集したものをセーブすると sys ファイルって形で、ファイルが残るんですけども、それは今までその、皆さんが操作した、例えば色を変えた、エッジの形を変えたっていうようなことを全部すべて、履歴として持つような形になっているので、その情報、履歴の情報を、今、さっき、ここでニューファイルで、ニューでセッションっていうのは、もうここでそのセッションを、まあ、履歴を全部消しますよってことで今消したわけで。まあ、その方が実は、いろんな情報が混じらなくて、まあ、いい場合もある。まあ、今回のその、この講習会の方では、ちょっと真っさらな形にして紹介をしたいと思います。じゃあ、ファイルの、書き方の中の既存のパスウェイを開くという話をしたいと思います。ここでどういうふうに読むかというと、ファイルを読み込むときには、最初にお話したように、ファイルのところのオープンもしくはインポートのところから入るんですけども、インポートのところに、先ほどその、Excel のファイルで作ったものであるとか、sys ファイルみたいなものは、テキストファイルはネットワークのところのファイルから読み込んだと思うんですけども、ここでは、パブリックデータベースっていうのがあるので、これを選ぶ。で、これ多分皆さんアプリが入ってないので、多分これ機能使えないので、後からそのアプリをアップロードしたら使ってみてください。で、そうすると、ここにそのデータソースっていうのがあって、今ここにそのプルダウンメニューになっていて2つ選べるんですけども、下の方にウキパスウェイっていうのがあって、上の方がユニバーサルインタラクションデータベースクライアントってあるんですけども、これはその、ヒューポっていうその、プロテオームの国際的なコンソーシアムがあって、そこで集めている、プロテインインタラクションのデータベースが、EBI の方で公開をされていて、これ名前ちょっと、サイキックというのもちょっとはっきり覚えてないです。そこで提供して、そのデータが、本当は読み込まれるはずなんですけども、なぜかちょっと
今メンテナンスと出て、なんかちょっと今日使えないみたいな、本来ならば8月31日までのメンテナンスの予定だったみたいなんです。ちょっと遅れてるみたいな、ちょっと今回はちょっと使えないんですけども、まあ、ちょっと使わないところも見せると、例えば、この、プロテイン、プロテインインタラクションの情報を取るときには、ユニバーサルインタラクションデータベースっていうのを選んでもらって、で、これ、例えば、またこれ、プルダウンメニューがあって、例えば、今、私、二つ目を選んでますけど、これはその、遺伝子の名前とか、タンパク質の名前を入れるということで、例えば、P53 みたいなものを入れてやって、サーチを入れてやると、本来は探しに行くんですけど、ちょっと今、つながりが悪くてできません。で、この、プロテインプロテインインタラクションの情報は、実はこれアプリが必要なくて実はダウンロードできたんですけども、まあだから普段講習会ではこれを使ってるんですけども、まあ今言ったようにその今メンテナンスというのはできません。で、代わりにウキパセイを使います。ただウキパセイは何度も言いますけども、プラグインって形で、ウキパスウェイのデータを読み込むというものを、機能を追加しておかなきゃいけないので、多分皆さんの方ではできないと思うので、この画面の方でご紹介をします。で、ここでウキパスウェイというのを選んでいただいて、さっきも言ったように、例えば遺伝子の名前を入れてもらって、で、今ここにその、まあ、オンリーって書いて、これは生物種を限定するかってことなんですけども、まあ、例えば、選んでもらって、ここで、ホモサピエンスみたいなものをして、ホモサピエンスの P53 のを含むパスウェイを探しに行けと、ウキパスウェイにあるものを探しに行けっていうことをして、このインポーターズパスウェイっていうのを押してもらうと、あ、違う、あ、こっちですね。こちらの虫眼鏡のマークがあるんで、ここを押してもらうと、P53 の含まれているパスウェイはちょっと少ないなと思ったりするんですけど、ちょっとこの書き方で実は、パスウェイの書き方、使っているそのノードの書き方で、P53 と書いてあるものと TP53 と書いてあるものがあるんで、本来ならば TP53 と書くのが正しいかもしれないんですけども、ちょっとそういった感じでちょっと少なくなっている可能性はあるんですけども、まあ例えば P53 と書いてあると、その P53 と名前で書いてある遺伝子がこんだけあるんだと。で、ここでは実際に本当はその、NCBI のジーン ID みたいなものを使うともうちょっとその、スペシフィックというかその、特定して取れるかもしれないんですけども、まあ、今ちょっと、わかりやすいように、コモンネームみたいなものを使って書きましたけども、ここの中で例えば、まあ、セルサイクルみたいなものを選んでやって、ここでインポーターズパスウェイってやると、ここで実際に、ここの、ウキパスウェイにある、セルサイクルのパスウェイの情報があって、これはただの絵だけじゃなくて、例えばノードを選んでやると、今ここにこういった形でも、属性の情報が入っているんで、例えば皆さん実験データで発現量を入れたい場合には、まあ、ここで実はちょっと、今回ちょっと細かくご紹介はしませんけども、今これエッジですね。ノードを選んでもらってやると、こういった情報が入っていて、実験データを読み込ませたい場合には、例えば、このプラスのマークをすると、クリエイトニューカラムってことになるんで、そこにカラムを作ってあって、そこにそのデータをまた入れてやれば、さっきと同じような、さっきのその、公募と同じようなデータの取り扱いが、まあ、できるようになるということです。で、このパスウェイは実はウキパスウェイに入っているものなんですけども、ケグのセルサイクルのパスウェイ見てもらうと同じ、わかると思います。同じものが入っています。で、ウキパスウェイの中には、ケグのパスウェイとか、その他の、まあ、リアクトームっていう、機能の後藤先生の話にもありましたけども、他のパスウェイデータベースのものも、いくつかその、寄せ集めといいますか、いろんなところで収集してきたものが入っているので、まあ、そこから、ダウンロードすることもできますし、ケグとか、リアクトームとか、バイオサイクルの個々のページに行っても、おそらくその、例えば、GPML という形式でダウンロードすれば、読み込めるようになるかというふうに思います。で、これが基地のパスウェイ、他の人が作った、あるいは公的データベースに入っているデータベースを、サイトスケープ上で取り扱うための、方法になりますけども、ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと駆け足になりますが、もう一つは、自分でパスウェイデータを書きたいということがもちろんあって、でその時に、書き方について、これもちょっと簡単ですけどご紹介。これはパワーポイントのスライドを使ってご紹介します。で、何度も見てもらっているように、サイトスケープのパスウェイっていうのは点と線と点でですね、これが一単位になるわけで、このセットを繋ぎ合わせてやれば、
どんどんネットワークになっていくってことになるので、で、それをどういうふうになっているかっていう、さっきもそのシスファイルのところ、テキストファイルを見てもらったら分かったと思うんですけども、ソースとターゲットとエッジの関係、この三つ組みのデータがあれば、実はサイトスケープのネットワーク図が書けることができる。で、さらに、どん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 その繋いでいけばいいわけですから、基本的にこの形で、Excel もしくはテキストエディターで、書いてあれば、サイトスケープで読み込ましてネットワーク図にすることができます。で、さらに、ちょっとこれ見づらいですけども、先ほど言ったその遺伝子のところには、遺伝子の発現量のデータであるとか、遺伝子の別名の情報が入ってるんで、それにはまた別のファイルを作ってやって、これを、この名前をキーとして、まあ、例えばこの場合はこのキーがユニークである必要があるんですけど、その名前がユニークである必要があるんですけども、これと、この、シンボル名がこれである。エクスプレッション、実験値の値がこれであるっていうような、二つの表を使ってやれば、簡単にさっき、公募の、エクスプレッションとその、ネットワークズの、お見せしたものと同じものができるということになります。で、実際にその、ファイルの読み込まし方もちょっとご紹介をしようとも、ちょっと時間がないので、ちょっと皆さんの方でまた、このスライドを見ながら見てもらえばいいと思いますけども、基本的にはインポートのところから、ネットワークでファイルでまずそのネットワークのその点と線の情報を読み込ましてやって、でその時にこのちょっとウィンドウが出てくるんで、その時にソースとかターゲット、どのカラムがソースであるのか、どのカラムがターゲットであるのか、まあこの場合にはここがソースでここがターゲット、まあコンピューターの場合が本当にこれをちゃんと認識できればいいんですけども、そうできない場合があるんで、例えば自分の作ったデータのこのカラムがソースで、このカラムがターゲットで、このカラムがエッジの関係を表しているっていうようなことをちょっと指定してやる必要はあるんですけども、まあそうやってやると、まあ比較的簡単に、ネットワーク図が書けるようになる。で、さらに、さっき言った属性の値も読み込ますことが、ちょっと言葉で細かく書いてありますけども、おそらくその皆さんやっていただくと直感的にわかると思うので、まあ最初にこの読まずに直感的にちょっと動かしてもらえば、方がいいのかなと思います。ちょっとここで今飛ばさせていただきましたけども、で次はですね、ネットワークを書くと、やっぱりそのノードの配置とか、なんか思った通りに、わかりやすいに、要は、どこを注目してほしいかによって、その、ノードの配置をいろいろ動かしてやる必要があるんですけども、おそらく、そのノードの数、要は遺伝子の数が50個ぐらいだったら、好きな位置にこう自分でもこうやって、サイトスケープで一個一個動かして、動かす、適当な配置に、配置することができると思うんですけども、その遺伝子の数が200とか300とかも超えちゃうと、もうとてもちょっと人の手ではその適当な位置に動かせないということで、レイアウト機能っていうのが非常に効力を発揮するんですけども、まあその話をちょっと含めて、さらにそのネットワークを見やすくするためにどういう方法があるのかってことをご紹介をします。で、ちょっとま、最初スライドでご紹介するんですけども、おそらくサイトスケープには、まあ、20個とか30個ぐらいの、アルゴリズムがあって、自動的にそのレイアウトを、してくれます。で、それをした後、またさらにちょっと、細かい微修正みたいなことを人でやるってことはあると思うんですけども、まあ、どういった機能があるかっていうと、まあ、最初にちょっとご紹介するのが、アトリビュートサークルレイアウトっていうのがあって、これはどういうものなのかっていうと、これはその、遺伝子の発現量に従ってぐるーっと、これも実は大きな円を描いてるんですけども、時計回りに遺伝子の発現量の高いものから下からずっと時計回りで回したような形になっているものになります。で、さっきも言ったようにこの黄色のものが実は遺伝子の発現が高いもので、青いものが低くなってるんですけど、ぐるーっと回すような形で、並べるっていう方法があります。まあ実際にこれが本当に、皆さんの研究で、使えるかどうかちょっと別として、一応その属性によって、データの持っている値によって並び方を変えることができるということをちょっと表しています。で、同じように、これはその、また同じように円形で、ノードの配置を変えているものが、まあ、ずっと大きなものがぐるっと回っているわけなんですけども、で、これはその、ディグリーソーテッドサークルレイアウトと書いてあります。このディグリーっていうのは、要はこのノードに対して線がいっぱい出ているもの、あるいは入ってくるもの。
これを時数と言うんですけども、時数の多いものから反時計回りに並べているってことになります。で、このネットワーク解析なんかでは、その時数が多いかどうかっていうのが結構大きな役割を、意味を持っていて、要はハブのなってる、そのパスの中でハブになってるかどうなのかっていう一つの指標になるわけで、その時数をによって、並び替えるってこともできます。で、この場合は時数によって反時計回りで円形に表示するっていうものに、です。で、まあ、これも同じようなもの、ちょっと飛ばしますけども、で、一番実はですね、有用なものは、ここにプレフューズフォースディレクテッドレイアウトってのがあるんです。これは実はそのサイトスケープの初期設定の、レイアウトになります。で、これは力学モデルとか、力指向レイアウトっていうんですかね、もので、特にその生物学的な情報をもとにしてネットワークを書いているんじゃないんですけども、なんとなくその生物学っぽいネットワークを実は書いてくれるアルゴリズムで、まあ、ウィキペディアなんかで調べてもらうとわかるんですけども、まあ、このノードと各ノードを、あんまり重ならないように設置するとともに、そのノード間の距離もあんまりその、バラバラにならないように、さらにエッジが重ならないように、まあ、こんなに大きくなっちゃうと重なっちゃうんですけども、というようなアルゴリズムで書かしているんですけども、これが意外にその、生物学っぽいネットワークになるんで、よく使われるものです。で、とにかくその作った時に一度この、レイアウトにしてやると、なんとなく見やすくなることがあるので、まあ、普段これをよく使います。で、このレイアウトのところは、この、アイコンのメニューがこういったところにあるので、使ってもらえ、まあ、すぐに使えるようになっています。で、もう一つは、ハイラキカルなレイアウト、要は階層的にレイアウトを表示するってもので、ちょっとこれも小さくて見づらい、色も薄くて見づらいんですけども、要はその点が、あるノードから、線が、接線が、エッジが出てくものを、この場合は実は下から上に制御関係があるように多分書いてあると思うんですけども、なるべくその線が自分から要はターゲットになっているようなものをなるべく下に持っていって、ソースになるものをなるべく下に持っていって、ターゲットになるようなものを上に持っていくというような、これもその別にその生物学的な知識じゃなくて、その、ネットワークの特性から、性質によってその階層的に表示するものなんですけど、これはさっきも、示しているような、その遺伝子間の制御のネットワークを書くときに、まあ、大体うまく書いてくれて、あとのところは皆さんその手動でちょっと動かしていけばいいので、これは全部例えば200個とか300個あるものを最初からその、階層的にっていうかその制御関係を下に持って、あるいは上に持っていくっていうことでやっていくと大変なんですけども、このアルゴリズムを使って、やると、まあ、微修正を自分のところですればいいぐらいになるようなことで、非常によく使われるね、レイアウトで、ちょっと最後の2つ紹介したこの、階層的なレイアウト、ハイラキカルなレイアウトっていうのと、フォースディレクテッドレイアウトっていうのが非常によく使われるものなので、ちょっと覚えておいてください。で、実際にどこでやるかっていうと、サイトスケープの方に戻ると、ここの、さっき言った、これが、これですね、このアイコンメニューのこれが、これ、ちょっとカーソル持っていくと、アプライ、まあ、初期設定ですね、のレイアウトにするってことで、実際にそのいくつかのレイアウトを指定する場合には、ここにレイアウトっていうのがあって、まあ、こんだけあるわけです。さらにこの中にいくつか細かいのが、いくつも入っているので、選んで、使えるわけなんですけども、さっき紹介したのはこれがその、初期セットに入っているレイアウトです。で、ハイラキカルな、レイアウトが、これですね。ここにあります。で、この二つが非常に比較的よく使うレイアウトなので、まあ他のものは実はあんまり役に立たないものもいっぱいあるんですけども、まあとりあえず、どうやら載しているみたいな感じです。で、ここまでで大体今スライドの資料の、40ページで、もっと40、48まで行ったと思うんですけども、まあ、ここから先が実は一番この講習会の、
メインになるところなんで、残りがちょっと20分ぐらいしかないんですけども、ちょっとやってみたいと思います。で、ここでは、ある目的を、があって、一番最初のその、ガルフィルターとシス、まあ、同じガルフィルターとシスってファイルを使うんですけども、そこの中で、そこの中にある遺伝子の発現量と基地の、既存のその、プロテイン、プロテインインタラクションと、プロテイン、プロテインと DNA の結合関係、要は制御関係のネットワークの、パスだったんですけども、その中から、今遺伝子の制御関係をなんとかその、今、ある情報からちょっと見つけ出して、行こうというようなところの実例をお見せしたいと思います。で、もしできれば皆さんの方でも、基本的な操作は今お話ししたようなところなので、もう大体分かったって人は、この今、私がその画面でやるようなところについてきてもらってもいいです。ちょっとまだ自信がないという人は、この画面の方を中心に見ていただければと思います。じゃあちょっとやってみます。で、今このさっきその、浮きパスウェイで、セルサイクルのパスウェイがこれ出てるんですけども、これちょっと邪魔なので消す場合にはどうしたらいいかっていう場合、ことなんですけども、一応その、セッションファイル、このもう、作業の過程も消しちゃうってことで、ファイルのニューの、セッションっていうのをやると、まあ、まっさらな状態に戻るので、そこから始めたいと思います。で、ちょっと途中のところでお話したような、MODDB って私どものその、今回の講習会のデータが置いてある、ページのところにちょっと確認してみますと、こういったページがあったと思うんです。そこにはあの、私のところに、サイトスケープ、サンプルデータっていうのがあるんですけど、実は今からご紹介するものの、最初のところと、結論のデータが一応入っているので、まあ、一つのその、サイトスケープのファイルの中に入っているので、もし分かんなくなったらまた後からですね、これをあの、サイトスケープで開いてみてもらえば、今からやることと同じ結果が出るようになるかと思います。このファイルを開くときにはシスファイルなので、ファイルのオープンから開いてください。じゃあ実際にちょっと見てみます。で、まず最初に、ファイルを開くんですけども、ガルフィルタードっていう先ほど一番最初に開いても同じものを開きます。で、今回ちょっと違うところは、今この図がさっきもちょっと見ていただいたように、その色をどの値でつけているかっていうところを見てもらう、スタイルのところを見てもらったときに、濃度の、ですね、濃度の、フィルカラーのところで、GAL1RG エクスプレッションというところだったんですけども、今回この、取り組みの、この今、ご紹介するのは、GAL1 じゃなくて GAL4 をノックアウトした時の遺伝子の発現の情報をで色をつけるということをします。でそのためにどうしたらいいかっていうのは、分かる人はどんどん進めていただいてもいいんですけども、GAL1RG エクスプレッションのところを選んでもらって、これを、の、ところの、値を、これ、GAL1RG エクスプレッション。実はその、GAL4RG SIG っていうのもあるんです。これ実は、ちょっとノーマライゼーションの形がちょっと違ってるみたいで、今使ってるのは、遺伝子の発現量、変化がないときには、ゼロで、発現量が下がった時にはマイナスにするようにしていて、で、SIG の方は多分、遺伝子の発現量が同じ時は1で、遺伝子の発現量が下がった時は 0.0x みたいな形で、おそらく対数取ってると思うんですけども、まあ、どっちでもいいんですが、一応その、今回この講習会ではこのエクスプレッションの方を使って説明をさせていただきます。まあ、同じデータではあるんですけど、ちょっとデータの、表示の仕方が違うということです。で、ここで、コンティナスマッピングを今選んでいて、このような形になっていて、青から黄色。まあ、今回はちょっと色を変えずに、で、遺伝子発現の変化がないところには白という形で表すようにしています。で、今、だからこちらの、全体の図では、こういうようなネットワーク図になっているかと思います。で、まあ、白いところは遺伝子の発現で、ガル4をノックアウトしても変わらなかった。青いところは遺伝子の発現量が下がったということを表しています。で、この中で今回やる目的は、
この中で遺伝子の制御関係、遺伝子の、発現の制御関係を見てみようということなので、まあ、プロテインプロテインインタラクションの情報はちょっと削ってもいいのかなと思うので、このネットワークの中から、プロテインプロテインインタラクションの情報を覗いてみます。で、その方法は、今、こちらの、コントロールパネルで、今見ているのは、今、この、ファイルを開いているってことになっていて、ここにちょっとカーソルを置くと、331と書いてあって、これはノードの数。で、こっちがエッジの数、362か52って書いてあると思うんですけども、要は今こちらで開いているネットワークのが331個のノードと362本の線で書かれているということを表しています。で、その中から、プロテインと DNA の結合関係のみをまずピックアップするということをします。で、その時に使うのが、ここにネットワーク、スタイル、あとセレクトっていうのがあると思う。セレクトを選んでいく。そうすると、ここにフィルター、要は絞り込みの機能があって、これを使って、エッジが PD のもの、要はプロテイン DNA の結合関係のものをのみを、抽出するということをします。で、ここで、セレクトを選んで、まあ、デフォルトフィルター、まあ、これはあまり、気にすることなくて、このままでよくて、プラスがあるんで、プラスを選んでもらうと、どのものについてフィルターをかけるかってことなので、カラムの値、要はさっきのエッジの、さっき言いますか、その、何度か見てもらってますように、このネットワーク図ではエッジのところの属性値に PD とか PP というのが入っているので、そのカラムのについてフィルターをかけますということで、フィルターを選んでやって、どのカラムを使いますかってことで、またこれプルダウンメニューになっているんで、開いてやると、ここに、上の方は、ノードの何とか、コモンネームとかって書いてありますけども、下の方に行くと、エッジの何とかっていうのがあるんで、エッジのインタラクションのところを選んでやる。で、エッジのインタラクションのところで、まあ今コンテンツになってますけども、エッジのインタラクションの中で、プロテイン DNA のものだけを選んでやるってことをするので、このエッジのインタラクションが、まずここで、ここ今、実は、文字を入力できる枠があるんで、ここに PD と入れてやって、エッジのインタラクションが、まあ PD を含むものでもいいんですけど、まあ一応ここで、is、エッジのインタラクションが PD のものを選ぶというような設定をして、まあ実際もここでもう赤でも選んじゃってるんですけども、これを実行する場合には、apply というボタンを押すと、もう、まあ、実際には途中でも出ちゃってるんですけども、PD のところだけ今赤い線で入っていると。で、まあ、本来ならば、さっきそのエッジの、ターゲットのところを矢印で変えていて、まあ、それの方が分かりやすかった。まあ、ちょっと今、本当にそれが合ってるかどうかは確認する術はないんですけども、今こう選ばれています。で、今度は、じゃあ、このエッジを持っているノードを探すと。ということをしなければなりません。今この線のところだけ抽出したんで、今度はこのエッジをでつながっているノードを探す場合にはどうするかっていうと、ここのメインメニューのところにセレクトっていうのがあります。左から4番目でセレクトっていうのがあって、これを押すと、上から3つ目にノードっていうのがあって、これを見ていくと、ここですね、下から2番目。ノードコネクティッドバイセレクティッドエッジ。要は、選んだエッジによってつながっているノードを選べというのがあるんで、これを選んでやると。この線とともに、このつながっているノード、要は遺伝子の情報が抽出されたことになります。で、ここで抽出だけでじゃなくて、この大きなネットワーク331個あったノードの中から、この部分のみを抽出する、部分パセを抜き出すってことができます。その時にはどうするかっていうと、ここにファイルっていうのがあって、ファイルのニューというのがあって、さっきその画面を消す時にはファイルのニューからセクションっていうのをやったとも、これちょっと気をつけないと消えちゃいますけども、ネットワークっていうのがあって、そこに今、セレクティッドノードオールエッジっていうのと、上から2番目にフロムセレクティッドノード、セレクティッドエッジっていうのがあるんで、今選択しているノードと選択しているエッジを選んで、そこからネットワークを切り出しますよってことができます。そうすると、これを選ぶと、まあ、小さなネットワークができたってことがわかる。で、
どういうふうに切り出されたかっていうのを確認するために、このネットワークのタブのところ、コントロールパネルのネットワークのタブのところに、これが最初の331個あったノードのとこから、今、95かな、これ。95個の、遺伝子からなるネットワークが切り出されたってことを表しています。まあ、こういう形で、こんだけ切り出されたってことです。で、一応ちょっと、せっかくレイアウトのところをやったので、レイアウトのところをちょっと使ってみたいと思うんですけども、一番よく使うのがさっきも言ったように、力学モデルっていうもので、ここにおすすめのレイアウトっていうのがあるんで、これを選んでやると、まあ、若干ちょっと形が変わって、まあ、ちょっと見やすくなったかなというような感じはすると思うんですけども、まあ、いろいろ試して、まあ、ハイラッカーでやってもいいですし、ちょっとやってみましょうかね。こうするとなんとなくその、おそらく、下から上、ちょっと矢印の線が入ってないんであれですけども、下から上にこの制御しているような関係に表しているようなものがなったりしているかと思うんですけども、こういう感じで、配置することができるということです。で、まあ、ここまで行くとですね、もうあとは、ちょっと決め打ちみたいなところになってくるんですけども、まあ、このネットワークの中から、そうですね、まずその前にそしたら、やっぱりエッジの、方向性をちょっとやっぱりつけた方がわかりやすいので、さっきの一番最初の方でやったその操作の力でやったように、このエッジのところをターゲットの方を、矢のその先端部分の形にしたいと思います。その場合には、まあ、わかる人はどんどんやっていただいてもいいですけど、スタイルのところから、エッジのところのタブを下の、この左下にあるエッジを選んでもらって、ターゲットのアローのシェイプっていうのがあるんで、これを選んでもらって、カラムどの属性値を使うかってことなんですけども、インタラクションを使って選んでもらって、マッピングタイプを選んでもらうと、ここに、ディスクリート、これを、まあ、値によって変えるってことを選んでもらって、さっきは PP と PD があったんですけど、今もこのネットワークっていうのは PP のネッジは全部、捨てちゃっているので、残っているのは PD しかなくて、このターゲットのところの PD のところの形を、例えばアローにしてやるってことになると、まあ、全部こういった、方向性が分かるようになってきたということです。で、ちょっとまあ話を戻しますけども、この中から遺伝子の制御の関係をちょっとピックアップしていこうということになるときに、もうこれちょっと決め打ちになっちゃって、あんまり、皆さん専門からするとちょっと乱暴だって怒られそうなんですけども、まあこの中でもですね、この、実験条件で GAL4 っていうのを、ノックアウトして得られた、その各遺伝子の遺伝子発現量、ノックアウトする前と後で遺伝子の発現量がどう変わったってことで、青い方が、遺伝子のノックアウトして遺伝子の発現量が下がった。黄色いところが遺伝子の発現量が上がったということを表しているわけですけども、まあその中で、だからちょっとガル法についてはちょっと注目して、これの周辺の情報を、またピックアップして見ていこうということをします。で、さらに、まあこの中でも特に、色の青い、濃いところ、まあ他に実はあんまりないんで、このガル法の周辺にこの3つがですね、濃いので、これをちょっと特別にまた選択をしてやります。で、複数選択するときには、まあ、例えばシフトキーを押しながら、こう押すと選択することができます。で、今ちょっとこの4つの遺伝子を選択して、この遺伝子の周辺のまた遺伝子の情報を取ってくることをします。で、この遺伝子だけ取ってくると、まあ、この4つの関係しかないんですけども、この注目している遺伝子の、とつながっている遺伝子を含めて、ネットワークを取ってこようということをします。その時にどうできるかっていうと、さっきのセレクトっていうところがあって、そこに、ノードの、あ、これですね。ノードのところに、ファーストネイバーズオブセレクティッドノーズっていうのがあって、要は、選んだノードの、直接つながっている最初の、まあ、隣にあるノードを選ぶというのがあります。で、これを選んでやると、あ、で、エッジの方向性はちょっと今回見ないということで、アンディレクティッドっていうのを選んでもらうと、今、選んだものからその隣にある4つの遺伝子を選んで、
そこでさらにその4つの遺伝子と直接つながっているようなノードを取ってこいと選べっていうことをしたので、今この黄色になっているところが選ばれたんですけども、まあこういう形になっていて、今選択されていて、で、この部分の遺伝子の正誤関係といいますか、遺伝子の関係を抜き出してくるときには、もう一度さっきのファイルのところの、ニューのところの、ネットワークのところの、選んだ、モードと、まあ、これすべてのエッジでいいと思うんですけど、すべてのエッジっていうのをやってやると、まあ、こういう形で、ネットワークが取れてきた。で、まあ、これをちょっとうまく実は並べ替えるとですね、こういう感じになってくるじゃないかってことで、まあ、そうすると、まあ、最終的には、このガル4っていうのを、制御、ノックアウトすることによって、まあ、その下流にある、この矢印の方向を見てもらえばわかるんですけども、下流の方向にある遺伝子が、発現量が下がって、その一方で、その先にある、まあ、こういったものから実はまた制御しているってことがあるんですけども、この、MIG1 っていうんですかね、この遺伝子の発現量は逆にまた上がってるってことで、まあ、これがその、まあ、こういった制御の関係、まあ、逆の関係、制御の関係を表しているっていうような、ことを、サイトスケープのこういったちょっと機能を、操作の仕方を、ちょっと、いろんな操作の仕方を確認しながらちょっと見つけに行くってことをしました。で、あんまりその生物学的に本当に意味があるかどうかっていうのはちょっと疑問なところもあるんですけども、まあこういうような形でいろんなそのサイトスケープの機能を使って遺伝子の機能を絞り込んでいくことができるという例になります。で、もう5時になっちゃったので、残りのところは、また皆さん見てもらえばいいと思うんですけども、今紹介したのがずっとここまで行って、あとは、プラグインの紹介のところも、これも本来はその、今回の、題目では、まあ、データの可視化ということで、今ご紹介したようにデータの可視化といいますか、操作性のところだけ紹介、まあ、中心にしたんですけども、まあ、本来はこういった、アプリを使って、いろんなその、データ解析をすることができます。で、あと、まあ、チップスみたいなことがあって、よく使う機能についてちょっとまとめてみたので、実際に皆さんが研究活動で使う、使用するときにはちょっと参考になるのかなと思っています。で、あと、まあ、参考のサイトがいくつかあって、まあ、統合テレビの中にもその、使い方の、動画がありますし、いろんなところでその、ポータルサイトなんかでも紹介をされています。まあ、この今回この資料を使うにあたっては、まあ、何度かちょっと名前を出させていただいたんですけども、UCSD の大野さんにいろいろそのご助言いただいて、あるいはデータを、ご拝借させていただいて、資料を作りました。以上です。ちょっと時間がなくなっちゃって質問を受ける時間がなかったんですけども、もし、ございましたらちょっと終わった後でも、いただければと思います。以上です。